ラジオペンギンと出版。皆さんこんにちは、西葛西出版のそんなに笑わない方、中村慎太郎です。よろしくお願いいたします。はい、めちゃくちゃ笑う方、お久しぶりです、はい、よろしくお願いします。はい、はい、というわけで今日はですね、はい、結構きな臭いきな臭いやつで、きな臭い、はい、ちょっと立ち回りを間違えると、うん、1ヶ月ぐらい後ぐらいに会社に訴状が届くかもしれない。やばいやつじゃないですか。でもまあこれは僕じゃないと分かんないことも結構あるなと思ったんで、深掘りで喋りたいと思うんですけど、はい、ヨッピーさん、ステマしてないのにステマと言われたから訴えた件みたいのがあってですね、うん、これちょっと不思議で、はい、普通、僕がアシカさん訴えたら、はい、アシカさん訴えましたって言うじゃないですか、うんうん、で訴えられた方は、はい、訴状がまだ届いておりませんのでコメントは差し控えてさせていただきますとか、うん、ね、これから裁判になるので具体的なことはコメントできませんとか言うじゃないですか、はい、ヨッピーさん側は何も言ってないんです。ほう、何も言ってない、沈黙なんです。本当に関係ないことを 2個3個つぶやいただけ、うん、でひまそらさん側が訴状届いたんだけどマジでみたいな感じで、はい、あんまり具体的には出せないみたいなんだけど、はい、まだね4月か5月ぐらいになるかなみたいな話なんで、はい、普通の人はあんまり触らない方がいいと思います。うん、うん、なるほど。とはいえ別にネットに書いてあること読んでるだけなんです別に僕は知らないよと、はい、ね、話でもあってですね、うん、ざっくり言うと、はい、ざっくりとした概要をまず説明します。ざっくり、はい、お願いします。ひまそらさんのことは知ってる方が結構多いのかなと思うんですこのチャンネルではね、はい、話もしてるんで過去のやつ見ていただければ分かるんですけど、うん、はい、ヨッピーさんが誰なのかっていうのは知らない方も結構多いんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、なるほど。そこをちょっと紹介したりとかしながら背景こういうことかもねっていう個人の見解を、うん、なるほど、述べようかなと思います。中村慎太郎の見解ですね。そうですね、はい、そこピックアップしないでもらう中村慎太郎と大城アシカの見解をそっか、自分も入れてなかった僕だけがターゲットにされてるそっかそっか、そんなつもりはなかった。いやいや、まあでも、はいはい、大丈夫ですけどね、はい、そんな変なことはしないんで、うん、で、はい、まず話の概要としては、はい、本当の最初って何だったのかっていうのが、うん、多分なんですけどフローレンスって NPO があるんですよ。ほうほう。フローレンスって NPO は子供の、児童になんか飯を届けるみたいな宅食、子供宅食みたいな、その手のやつとかやったり、はいはい、ふるさと納税でお金集めてそれで支援をすると、うん、まあ、育児してる人とかね、はい、あるいは子供に体験を届けようみたいな、そう、要するに金を渡しても親がパチンコやっちゃうかもしれないと、はい、うん、あ、そういうことか、ね、でおもちゃもどれがいいか分かんないけど、うん、体験をすればそれが財産になるからみたいなね。なるほど。結構いいことは言ってるかなと思うんですけど、うんうん、今更さんはその NPO のお金がちゃんと使われてるかどうかを調べる病気にかかっているんですよ、はい、例のコラボですね。そうそう、はい、多分もうね病気になっちゃってるんで、うん、しょうがないんですよ。はいはい、見たらどうなってるどうなってる、この金集まったけどどうやって使ってる、どうやってなってる、はい、と、はい、ね、そうだから、その病気っていうのは、うん、あくまでも物の例えとして申し上げただけで実際にそのような病気にかかっているという意味ではございません、はい、とかね、子供のあや的な暇そらさんに訴えられることはないんで、まあね、大丈夫ですけどね、はい、はい、なるほど。フローレンスも東京の NPO、 文京区からなんかだったかな、そのふるさと納税は、はいはい、渋谷区だっけどっちだっけ、どっちかです。なるほど、はい、両方やってるかもしれない、うん、でも東京、うん、東京の23区ですよね、はい、NPO のこと僕はそんなに詳しくないんですよね、うんうんうん、NPO やるなら会社作って事業しなよって思うし、まあね、なんか補助金とかが取りやすいのかな、補助金ありきの NPO なんか生産性低いのが目に見えてんだから、うんうんうん、ちゃんと事業やって、うん、だからこの西葛西出版の YouTube、 あ、皆様のおかげでね収益化しました、ありがとうございますありがとうございます、はい、そのまだ額としては、うん、会社が得る額としてはすごい少なくて、はい、ね、あれですけど僕は給料マイナスなんでなんとかねマイナスはなくなるぐらいまで稼げたらいいかなみたいなね。そうですね、とこと言いつつね、証拠の塊で証拠の塊だ、証拠の塊か、うんうんうん、赤木レイヤーね、
ああ、はいはい。そう。はい。あの人月200万とか稼ぐって言ってたよ。すごいな。すごいよね。うん。あれは真似できないです。はい。化け物級に動画作ってるから。すごいな。本日3本目の動画となってしまいましたみたそいのな。日3本目 か。そうすそうごい。そうそう。すごいよね。はい。うん。で、でですね、はい。どんどん話がややこしくなっていくんですけど、うん。多分このフローレンス自体も、はい。ちゃんとやり出すと大変で、はい。今やってる人がいるみたいです。開示ほう。請求したりとそうか、なんだ。うん、開示っていうのはその書類の開示。うん、うん。で、集めたお金のうち、一部、要するに、子供のために使うよって集めたお金だけど、組織の運営費に結構回ってるとか、みたいなことはいいんか悪いんか問題とかですうん。ね。はいはい。そういうのって、まあ、責められる側の NPO の人としては、うん。ちゃんとやってんのにって悔しい思いがあると思うんですけど、はい。うでも、公金使ってる以上、みんなでん。チェックしないことにはしょうがないんですよ。そうですよだからね。開示制度っていうのがあるわけなんうで、んうんうん。だからまあまあ、それは、それに耐えれるだけのものをやっててくださいっていうだけの話なんですよね。はい。うん。で、まあ、フローレンスは結構、公明党、与党の公明党とか、と仲がいいみたいあ、で、そうなんだ。その議員さんとかとね。はい。なんで、結構力のありそうな NPO かなっていう感じですよね。うん。俺全然知らなかったんだけど、代表の駒崎さんって人は結構有名みたいで、何をうん。されてたんでしょうね、よくわもかんとないもですとよ。うん、よく、大体この手の人はよくわからないああ、なるほど。です。そはい。う。うん。で、逆にヨッピーさんよくわかるんですけど、うんうん。で、誰だっけな、ひろゆきの奥さん、はい。西村ゆかだっけ。名前忘れちゃった。ホリエモンとめちゃくちゃ仲悪い。そうみたいですね。そう。はい。でも、ホリエモンはひろゆきが好きなんですよ。ああ 三角関係三になって角関係。ホリエモンがこの女マジムカつくみたいなこと書いて。旦那のことは好きなんだけどって。ね。まあ、うん。その辺は、どうでもいいんですけど、その、はい。奥さんとひろゆきさんが、このフローレンスのことを、はい。とか、確かお金集めてる時のプロジェクト、キャンプファイヤーとかその手のやつを、はい。どれだったか僕そこはちょっと追ってないでわかんないんですけど、何かフローレンスのものを PR するような投稿をしたんですよ。ほう。で、これ何これちょっと怪しいなみたいなひまわささんが書いたら、はい。そこにヨッピーさんが飛び込んできて、うん。いや、怪しくないですよ。これちゃんとお金もらってないですし、証拠も、やり取りの証拠もありますよ、みたいなうんうん。風なことを書いたのが多分最初だと思うんですよね。ほう。そこで縁ができたというかですね。はい。だからヨッピーさんは基本いい人なんですよ。うん。人格者だと思うし、はいいい。人だと思います、僕は。うんうん。だから、うっかりひまそらさんに近づいちゃうわけですよ。おお。ひまそらさんは国家を滅ぼす力を持っているはい。白ひげ海賊団のボスみたいな人なんで。わ かります？わかんない。なんすか？白ひげ海賊団って。白ひげです。気をつけろ！あいつは世界を滅ぼす力を持っている！みたいな。そんなのがあるんでグすラか？ララララって来るぐらい強いわけですよ。はてかもう皆さんあんまりわからないかもなんですけど、彼が今張り合ってるあはあ。うん。うん。元事務次官っていうのは、はい。事務次官ってなんだか知ってます？事務次官ってよく聞きますけどね。何なんだろまあまあ、ざっくり言うと官僚の社長です。その官う。僚組織を、ああ。はい。最初、だから新入のう公務員で、なんか何人かわかんないけど、何百人とか入ってきた中で、ん。出うんうん。世コースに残った人が、はい。血で血で洗う、血で血を洗うですうね、ん。争いを謀略の中で、やっはあ。と生き残ったただ一人だけがつく、はい、すごいポストが事務次官なんですよ。なるほど。だからもう、優秀の中の優秀の中の優秀で政治力もあって、胆力もあって、はい。ずっと弱音も吐かずにやり続けた化け物中の化け物が事務次官なんですよ。超すごい人なんですね。そう。なるほど、なるほど。政治家とかよりも力があることはあはるい。と。なるほどね。ね。はい。その事務次官、元事務次官と戦っとるので。同等の力がないと無理ですよね。同等かそれ以並上。の人間は近寄るだけで、トグロ100%になった時みたいに、なんかそれは言う発表。そう、シュポーンとだけで、シュポン、シュポン、シュポンつっ久て、々に分かるそうネタそう、が来た。レベルの低い妖怪 は、はいはい。もう消滅しちゃうんです弟よ。の方ですよね。弟の方ですですよ、よ弟ね。の方です。よはい。かったよかった。トグロはい。100%ね。はい。はい。よかった。はい。俺がお前を殺すまで、誰だっけ、これ。それ分かこんれない。は、これは、るろうにそれ剣分か心んない。の青しだな。関係そうない。なんだ。関係なかった。というわけ で、はい。そこは、
もうマジで、うん、変に触れないっていうか、まあそうでしょうね。もう、住民訴訟とかも、はい、普通の人がやることじゃないんですよ。そうですよね。でも住民訴訟自体知らなかったですもん。うん、そういうのがあるってこと自体。これもちょっと調べて、ちゃんと調べて話さないといけないなと思っていて、はい、まあ、なんとなくわかりますよ、うんうんうん。だけど、それはどのレベルのことなのかとかね、はい、そういうのをちょっと調べなきゃなと思ってるんですけど。ね、これ話の中で一つ疑問に思ってて、はい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 、そのヨッピーさんが何者かはまだ話さない感じですか？これから出てきます。あ、これがよかった、はい。はい。じゃあ大丈夫です。まずざっくり概要です。はい。あ、ヨッピーさんっていうのを少しは触れた方がいいのか。まあ、ライターのボスですね。そう、それを。ライターのボス。はい。ライオンキングで言うと、ライオンキングです。確かに。うん。もう。わかりやすい。そうですね。だからライターやってる人は、大体知らない人はあまりいないんじゃないかなって、うん。戦隊もので言ったらレッドですね。正解ですね。うん。はい。あと何だろうね。おそ松くんって言ったら誰なんだ。おそ松です。おそ松。天才バカボンで言ったら多分バカボンのパパ。そうです、ね。パパですよね。全日本プロレスで言ったらジャイアントババでいいですか。でもババ個人だから。はい。あ、ダメです。今だと今全日本プロレスだと。最高の男宮原。まあ、とかでしょうかね。宮原ですか、じゃあ。はい。じゃあ、DDT で言うと誰なんだ。DDT だと誰だろう、今。まあ、社長は高木三四郎、大社長ですね。はいはい、はい。はい、高木三四郎ね、そうか、はい、そういうポジションになってくる人だよね。そういうことですね。あとじゃあプロ野球パリーグで言うと誰なんだ。誰だろう今。セリーグだったらヤクルトの村上が三冠を取った。あ、去年は取らなかったけど、はいはいはい、パリーグ今誰だろう。佐々木朗希。ああ、まあまあ、そうですね。佐々木朗希でも若手だもんね。うん、まあ、わかんないです、パリーグ。パリーグ何も知らない。まあ、というわけで、はい、まあ、主役級のフリーライター、はい、ネット界隈のフリーライターで最強の人間ですね、はい、うんうんうん、多分収入も下手したらその辺の人はね月、20万とか30万で、うん、ああ暮らしていけるよかったとか言ってる中で、はい、まあ一桁違うでしょうね。でしょうね、うんうんうん、でそれはなんでかなって考えたら、あ、これすぐ分かったわってすぐに判明したんで、それもお話しするんですけど、はい、まあ、王者ですね。王者です、ね。で、おもころっていうサイトをやってて、うんうん、そうですね。これも作った人じゃないっぽいんですけど、うん、多分作った人じゃないと思います。おもころっていうのはなんか一世風靡したよね。そうですね。特にアルファさん。はい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 、はい。目が少年みたいになって、黒塗りの人。そう。アルファさんは本当にやばくて、うん、YouTube とか見たことあります？ないんですよね。アルファさんの YouTube ね、はい、短い、本当ね、15秒ぐらいのやつとかある。ショートみたいな。ショートみたいのもあるんですけど、はいはい、もうクソほど面白いんで。すごいね、15秒で笑わせるってやばい。もうなんかね、本当にね、なんか次元が違う。へえ、ちょっと今度見てみます。でもなんかちょっと思ったのが、はい、アルファさんしか知らなくねえかなと思って。ああ。アルファヨッピーしか知らないよねみたいなのちょっとあるわけです。確かに。で、そこもなんか特徴としてあるのかなと思うんですけど、うん、ちなみにヨッピーさん本を出していて、ヨッピーさんの本はなんだっけ、明日、今日、仕事を辞めても大丈夫みたいな本なんですけど、ちょっと待って。ヨッピーで検索するとヨッシーばっか出てくる。あ、違う、ヨッシーで検索してた。それは出ねえわ。はい。ヨッピーで検索すると勝手にヨッシーになるぞ。え、なんでだ？アマゾンが気を利かして。なぜだ？仕事でしょ。ヨッピー仕事。ハーチューヨッピー、協調。うん、会社員の経験をフリーランスで生かす仕事術とかね。ほう。まあ、ハーチューさんなんかも、最近はあんまり聞かなくなったんですけど、はい。ね、その、ハーチューさんとかが一世風靡してる頃に、ヨッピーさんもね、うん、まあ、すごかったですね。明日クビになっても大丈夫だ。あ、明日クビになっても大丈夫。で、これ、ブックラボ東京っていう渋谷 IT 系の会社がやってた本屋の、はい、なんか、意味も分からずいきなりクビにされてでなんどうしようかなと思って、はい、ね、もうしょうもないもうしょうもねえなと思って、うんうん、なんかねもうなんだろうねその聞き取りも、うん、アンチ僕みたいな人に一人聞いて、うん、お前仕事してないじゃないかとか詰められて、あ、メルカリの本社に呼ばれたからね俺、なんで六本木ヒルズに行かなきゃいけねえんだとふざけんなよとか思ってね、でそれであまりにもムカついて、はい、ムカついてってかな、クビになってどうするとか言った時に、うん、じゃあ一緒に話するよって言ってきてくれたのが安住先生だったりする、ね、だからそっからの中なんですけどね。なるほど、まあ、さておき、ヨッピーさんのこの本
俺その時買ったんですよ、うん、明日クビになっても大丈夫だ今日だけどなみたいな話ね、もう 前がかりになっちゃった、まあ、それ会社がもう潰れたんで、うんうんうん、でしばらく、まあ、クビっていうよりはでしょ、しばらく会社がない状態でなぜか店舗経営運営されてた3ヶ月ぐらい、意味わかんないよね、わかんないですね、まあ、あるにあったのかもしれないですけどね、あの、なるほど、あるって言ってもゴースト会社みたいな、うんうんうん、まあさておき、この本は僕は見ても全然何の参考にもならなかったですね。そうなんですか。なんかもうセロトニンの量が違う、体力の量が違う、はあ、なんていうかな、なんか例えば、はい、商社マンを辞めて好き放題してるのにサラリーマン時代の何倍もの年収を稼ぐようになったウェブライターヨッピーのストレスフリーな生き方、うん、今を生きながら楽しく稼げ、現役の千葉市長とゲーム対決をする、ああやってましたね、 AV 女優と童貞を合コンさせる、24時間テレビに100キロマラソンが本当に大変なのか試す、大阪でひたすらたこ焼きを食べるなどの面白い記事をネットで発信続けてるウェブライターヨッピー、うんね、でまあ大企業やダサいとかですね、まあいろんなね話をしながら、まあ、楽しく生きようよっていうので、うん、すごく支持されている作品ですね、はいはい、だけど、できるかと思いましたねこっちはもうめちゃくちゃブラックなね、はい、労働状況で、うん、めちゃくちゃブラックだったんですよね、労働状況は、はい、ずっとサービス残業だし、うんうん、で、それでセロトニンなくなって鬱になって、うん、それでも文章を書きたいからどうしようっていう時に、こんななんかなんていうかな、物語の登場人物みたいな成功譚だから、うんね、サラリーマン時代の何倍ものっていうのは、例えば商社でしょ、うん、商社がだからいくらよ、商社の給料っていくらなんでしょうね、なくても50月50万ぐらいあるんですね、うんうん、50万としたってね、3倍だったら150万でしょ、ね、そうですね、ね、うん、まあ年収でいうと2000万、まあ、年商でいうと2、3000万みたいな感じだろうね。でしょうね。うん。うん、まあ、それは真似できないなと思って、はい、うん、今探したらどこに行ったか分からなかったんですけど、どっかにあります、うちの。はい、ね、で、幻冬舎ですね、うん。でですね、ヨッピーさんが、このヨッピーさん、もうちょっと詳しく後でやるんですけど、はい、これ、フローレンスのステマをしたと言われて、うん、言われてというか、ステマしたのかしてねえのかみたいので、うん、ひまそらあかねさんと、のウェブ上で話し合いになって、はい、じゃあもうちょっとスペースやりましょうと、うん、12月31日ですよおみそかだ、俺大掃除しながら聞いてたけど、聞いてたんだいや待って、ヨッピー対ひまそらあかねやばーと思って、聞くしかないだろうと、うん、うん、あちょっとすいません、あの宅急便が来てて多分あれ爆発すると思うんで開けられないです僕らも今日ここまでかなという感じはしますけどね、はい、はい、どっから来たんですかね、どっから来たのねどっから来たのか、はい、まあ、というわけで、うん、このバトルがあってですね、うん、バトルの内容は、はい、後でやりましょうか、今やっちゃおうかな、後でやります、後で、はい、うん、それでその時その結果を受けて、うん、ひまつらさんは、はい、あのステマライターみたいなことを、うん、もう断定し始めたんですよね、ほう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 、ステマじゃねえって言ってんだろみたいな、なるほどなるほど、やり取りとか、ヨッピーさんノート記事とかあったんですよ、うん、俺それも読みましたけど、うんうん、多分もう消えてると思います、もう見れない、うん、なるほど、うん、でまあその記事の作り方もどうなんやみたいのもあったりなんだりしてですねそうあったりなんだりして、はい、まあそれで一悶着あって、うん、まあ要するに NPO が公金徴収をしてるかもしれないという疑惑とともに、見ているネット界隈の人たちはフローレンスも怪しいと思っている。ああ、なるほどね。で、その怪しいと思っているものを、インフルエンサーたちが次々と、その、ですね、ふるさと納税の宣伝をしていたと。はあはあはあ、はいはい。で、ですね、やった人がですね、うん、このひまそらさんのノートによると津田大輔さん、はい、ハーチューさん、はい、佐々木さんってあのあれだ、なんだっけ、意識高いニュースニュースピックス、あ、はいはい、ニュースピックス、はい、三浦瑠麗さんという方でしょ、あ、はい、ソーミヨンだっけな、ソーミヨン、はい、なんか女子医、女性の医者、はい、手を洗う救急医高、テストステロン、テストステロンはあれだよね、筋トレこそ最高のソリューション、ね、ああ、はい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 、あとラファエルってこれあれかな、あの仮面かぶってる、そうでしょうね、
木村壮太、教祖ちゃん、ケンスー。ケンスーってなんかマーケ界隈の有名な人だよね。なんかツイッターで見ますね。うん、ね、はい、で、西村ゆか、家入一馬、これキャンプファイヤーのボスだね。そうですね。フライトだって、今西洋介、西島オンディーヌ、よりこ、わかんないですね。青野義久、うん、萩原、小木原、国、読めない。読めない。ショコタン、カッコライフホップって書いてある。小島武人、関口あゆみ、箕輪康介、ひろゆき、ヨッピー、ガジェット通信、古橋智文かな、サトシかな、うんうん、という感じで結構有名な人もいるなと、うん、あと数がめっちゃ多いですよね。多いですね、うんうん、でこれなんだと、これステマしてんのかと、うん、でふるさと納税もなんかちょっと怪しいし、はい、こんなにインフルエンサー出てくるのもなんだか、うん、なんだか怪しいぞみたいなつっつきをしたところで、うん、はい、西村ゆかさんとかともやり取りしてたんだけど、うん、ああそうですかそうですか、話が通じないんでさよならみたいな感じでピューって言っちゃったんで、ね、多分それは正しい対応なんですよ。おうおうおう、だもう敵だから、うんうん、だってもうどう考えても NPO 側の人と交わんないじゃないですか、うん、NPO とズブズブで金もらってるとまで言わないんですけど、うんうん、そっちにシンパシーある人は、うん、島澤さんたちと関わっちゃダメなんです。そうですね、だってもう、うん、そのそこを探したい人なんだから、うん、なるべく関わらないで。だけどヨッピーさんはもうやっぱ多分いろんな人に愛されてきたんだと思うんですよね。あ、無敵の愛され人種だと僕は思うんですよ、うん、ね、人気者 で、はい、でそのヨッピーさんがはもう話せば分かると思ったのか、うんうん、話したんですよね、うん、でまあわからなかったと。むしろ分からなかったというか、あのこれステマじゃねえかみたいに暇沢さんが思うやつを喋っちゃって、うん、まあ、それが本当にステマかどうかはこれから裁判で争うと思うんですけど、はい、喋っちゃって、うん、じゃあステマだと、うんうん、で、あの普通一回喋ったらさ、うん、仲良くなれると思うじゃないですか。まあまあ基本的には ね一回喋った仲だしさ、はい、まあまあ仲良くやろうぜってなると思うんですけど、うん、島澤さんそういうのないんで、やっぱステマでしたとステマライターヨッピーがみたいな断定みたいな。そう、あのね、オタクってそういうとこあるんですオタクの世界で、はい、ヨッピーさんはどっちかというとヤンキーなんですよ、うん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 、あの自分でドキュン系とか書いてる、元ドキュン系とか書いてるぐらいなんで、うんうん、ドキュン、ヤンキー、うん、勝者、うん、体育会、はい、そういう系ですよね。もう広場で待ってたんでしょうね、うん、現れるので、うん、で、まあ、ちょっと殴り合って、喧嘩をすれば仲良くなるだろうと、はい、だけど松尾さんは、うん、そういう人じゃない、オタク系なんで、まあその話せば分かるよと思ったけど、はい、話した時は本音言わないで、後で BBS にすごい書くみたいな、うん、今日実際対峙して思ったけど、やっぱあいつはこういうの書かしてるみたいな、だからそういうオタク対ヤンキーだから、はいはい、そこも交わんないですよね。一種格闘技戦じゃないですか。そうそうそう、だから芸人で言うとなんか、まあいいや、それでヨッピーさんをどういう人かっていうのを読み解くと、うん、非常に分かりやすいんだと思うんですけど、うん、俺のメモが読めない。小社卒のドキュン系フリーライターという感じですよね。元ドキュン系。はいはいはい、はい。おもころの、うん、おもころのウィキペディアってのがあって、はい。オモペディアってのがあって、オモペディア。へえ。オモペディアのヨッピーさんのとこに書いてあるやつは、はい。別に誰かの悪口じゃなくて、公式のプロフィールでいいと思うんですけど、うん。いいですよね。いいと思います。オモペディアですもんね。うん。まあ、ヨッピーさんの写真がもうドラえもんなんですよ。本当だ。これなんか商社とか広告系って言うとすげえ納得するのよ、はい、あの人たち営業のためなら平気で脱いだりするじゃないですか。超体育会系ですもんね。そう、うんうん、なんかバスケに電通の人よく電通って言っちゃ電通系の会社の人がよく来てたんですけどはい、はい、あの今日飲み会全部全裸でした。わかる、うん、めちゃくちゃ営業マンは体育会系すごいですもんね。ずっと服着てないんです、うんうんうん、意味わかんない。さすがに来た時は着てないでしょ。え、あの入場してきた時は来てたでしょ、さすがに。あ、そうそうそう。だから、カラオケボックスとか、はい、個室の居酒屋とかでも全裸。脱ぎ出して、それからずっと全裸。なんかもう、言われてなくても、綺麗に脱いで、畳んで、置いて、ずっと全裸で座ってて、もうみんな誰も何も言わないんだよ、ね。ある意味、古き良き時代ですね。あれが、だから僕が25、6ぐらいだから、20年ぐらい。17、8年前とかね。そうか、20年いかないぐらいか。うん、今やったらやばいだろう、ね。今やったらもうやばいでしょうね。今もう家に帰れないだろうね、もう。いや、でしょうね。
おまわりさんとこだね。もう SNS とかでもう全部流されちゃうでしょうね、うん、一日泊まってこうかみたいな。多分1980年生まれ12月24日だから僕の1個上か80年、あ、はい、なるほどね、はい、そうですね、うんうん、なんで、まあ、同年代であると、はい、で1個ミソが同年代だけど、うん、あ、ま、その前にちょっとこれ書いてあること読もうか、はい、下ネタおよび体を張った突撃レポートが得意分野ですよと。ね、で、子供の頃は結構あの、不良、あの、反抗的で、はい、荒れていたということですね。ほう。で、悪友が集まっていて、はい、バスケ部にね、うん、順調にクズの道を歩み始めて、全く勉強せずにやりたい放題の毎日だったと、うん。で、高校に進学してからは帰宅部に所属して、ゲームセンターやクラブに入り浸り、クラブ？クラブって踊ると高校生にして加えタバコでパチスロ三昧の生活を送ると、うん、でそこからあのネット大学生になった後関西学院か関西学院結構あの難しいとこですね。ほう、なんだろう、関西学院関西って書くとこですよね。そうそうそう、はい、なんか僕の勝手なイメージだけど明治大学とか、うん、法政大学とかああいうぐらいの感じだと思います。なるほど、うん、関西におけるそう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 、はい。で、そこからネットゲームのディアブロ2っていうのをやって衝撃を受けて。ディアブロ出ましたね。うん、私もディアブロ2やってました。やってましたよね。言ってましたもんね。私はあのもうノックバック弓を使ってですね。なんでそりゃ。あ、もう僕弓使いしか基本やらないんです。弓ですね。弓。はいはいはい。でそれでノックバックする弓があってですね。うんうん、で最新一番深いところでずっとそれでサケバスと戦ってたなと思ってね。何言ってか分かんないですよね。なんとなくしか分かんない。はい。ブッチャー出てきますよ。ブッチャー。そうなんですか。ブッチャーが出てくるんですよ。ほう。ブッチャーはあれアブドゥラブッチャーじゃないですじゃないブッチャーですね。なんか豚の格好で肉切り包丁を持ったやつが襲いかかってくるんですよ。おらーっつって。恐ろしいですね。まあそのまたディアブロ2ですよね。はい。でそれをやってから、うん、日記系サイトと呼ばれるネタ日記をメインコンテンツに据えたホームページ群に影響を受け、うん、自分も作ってオレイズムをスタートさせると。はいはい、侍魂みたいなやつだですね多分ね、うん、童貞なのに偉そうというキャラを引っ提げた下ネタ満載のテキスト君がそこそこの人気を博しそこそこそれがきっかけでおもころにスカウトされ現在に至ると。ほうほう。でそこから、就職した会社商社なのかな、うん、が東京だったため単身大阪で上京し現在は都内ですよと。なるほど。183センチ72キロ。おお。ね、立派な体格ですよね。立派な体格ですね。でバスケ部でしょ、うん、でアウトドア全般が好きと。どちらかというとおとなしい人見知りインドア派が多いおもころライターの中で群を抜いてアクティブで社交的、うん、読者やヨッピーの記事を見たことある人からは実物は思ったより全然まともな人という評価を受けることが多いが実はともに認めるエロ人間で下ネタを話し出すと止まらない上時折そのドキュンとしての偏見を見せるでヤンキーでしょ。だからね、でしょうね、性質がね、うんうん、あのオタクじゃおもころなんてはないですね。おもころなんてもうオタクの中の残りカスみたいな人が書いてるわけじゃないですか。残りカス、はいはい、でそれが死ぬほど面白いっていう、うんうん、オタクのね、なんか逆襲みたいなやつですよね、はい、うんうんうん、サブカルのね、そうサブカル、ね、そうサブカルのね、はいはい、で、ヨッピーのドキュンエピソードっての持ってるんですけど、はい、中学校の頃は女湯の時の常習犯だった。問題女湯のぞき、あ、はいはい、100の彼女かっこ初対面に対してご職業は売春婦ですか、はい、などと言いドン引きされる。めちゃくちゃだ。加藤の彼女に対するセクハラを日常的に行うひどすぎるゲス野郎などといった読者からの非難を褒め言葉として捉えている節があると。まあこれヨッピーさん見てたらこれ消した方がいいと思います。ちょっとなんか誰かフェミとかにフェミネッツイフェミとかに見つかんない方がいいと思いますよ。これちょっとやばいかもしれないですね。そう、うん、ね、訴求されるんで。訴求ね。訴求しちゃいけないんですよ法は。あ、そうなの。今日作った法、今日作って今日交付した法で、はい、例えば、はい、動物のふりをしてるやつは捕まえて15年刑務所に入れるみたいな法律を今日作って今日交付して、はい、今日から施行ですって言っても、はい、足利さんはもう今日変えれば間に合うじゃないですか、はいはい、だけどいやもう過去に足利と名乗ってきたのは許せんと、はい、そういう訴求しちゃいけないんですよ。なるほど。そうで、だけどこのネットの叩きってのは訴求していくんですよね。確かに韓国こんなことやってただろうと。韓国の法律も、はい、結構人治主義って言うんですけど、人治主義、法治主義って法で決めればいいんだけど結構人の感情で、はい、判例が変わる。パクネ、さんとかね、大統領だった、はい、パクネさんとかは裁判はその人治にするのか法治にするのかで、うん、めちゃくちゃ裁判官がもう苦しみ抜いて、うん、女性の裁判官がその判決の日に、うん、
頭パーマにするあの丸っこいカラーみたいなのあるじゃないですか。はいはい。あれつけたまま出てきちゃったっああ、ていなんかう、聞いたことある。そういうぐらいあるぐらいなんですけど、はい。そういうのもあるぐらいなんですけど、はい。まあ、陣地でやると人を叩きたくなるって、感情の問ま題になるんで遡っちゃうんあ。で、うんうんうん。まあだから、これ消しといた方がいいと思います。僕からの危険な感じがしますね。はい。アドバイスですね。僕そういう土建エピソードないんですよ、実は。確かにですね。うん。あんまり、オンラインのぞきなんかしたことないと。あんまりっていうか、どうやないでっすよ。て、そんなことするやそついた？う。いないいない。どうやって覗くか教えてほしいですよ、ある意いや、味。やろうと思ったこともないですよ。ヨッペさん問い合わせ。どうやったらできるんですか？ 仕事以外で。ヨッペさん、オンラインの覗き方って本書きませんからね。それもある意味テクニックですよね。な思いついたこともない。何なんだろうね。うん。なんだかわからないこわとかはあんないりでますすね。ね。まあそういう人なんですよ。僕なんかちょっとトンネルズの高さんっぽいなと思ったああ、ノリが？の。ノリが結構もうセクハラ、パワハラ全開だけど、めっちゃおもろいしみんな人ついてくるみたいな感じだよね。今の時代じゃないけどね。で、さらにあれなんです。有名な記事が、なんだっけ、なんとかデポ、デポ、なんだっけ、なんとかデポ、デポ。デポ。デポ。パソコン屋さんが、高齢者に高いプランを勧めてるみたいなやつがあったんですよ。ああ、ありました PC デね。ポだ。高額サポートね。PC デポで買い物したことありますよ。ああ、そう。あんま見たことない。横須賀で一回見たことあるけど。あ、本当ですか。最近あんま見ないですね、店舗ね。横須賀は、ほら、僕、三崎口でずっと研究してたから、横須賀で我慢するか横浜まで行くかってその2択しかなかった。マジで2択なんですよ。二択なんですね。結構横浜までも距離ありますもんね。まあさておき、そんなその記事と、あともう1個、とさ、高知でなんか開業したカフェかなんか、カフェだかレストラン始めた人が追い出されそうとか追い出されたとか、そんなのを取材したみたいな記事があって、なんつったっけな、これ高知よっぴ出てくるんじゃないかな。ライターの人？なんだっけ、名前出てこ SNS で炎上した土佐市移住者カフェ。土佐市移住者カフェ。土佐市移住者カフェ。す早げえ口言いづれえな、これ。土佐市移住者カフェ。土佐市移住者カフェ。土佐市移住者カフェ。3回言えばもうクリアそうですですね。で、その土佐市移住者カフェが、ね。の取材記事をヨッピーさんがすごい書いてて、本当だ、出てきた。これめちゃくちゃいい記事なんですよ。PC デポのやつも。めちゃくちゃいい記事で、なんでいいかっていうと、まあ、量が多い。取材量が多い。本当だ、ちゃんとやってますね。だから、スポニチュアネックスのこたつ記事とかは、あれはネットのツイート見て、ポイポイポイってまとめて30分で書いたものなんですよ。そうでしょうね。で、誰も編集をしてないと。はだけど、この記事は、まあ、現地も行ったりしてたと思うんで、い。言ってますね。書く時間だけでも多分、もう2、30時間は軽くかかると思うんで本す当だ、ね。分量多い。もう、すごいちゃんとした記事で、で、まあ、なんていうか、そんなに偏ってもない。偏ってるとは思うんですけど、そりゃね。だけど、ちゃんとしっかりやってる記事で、とてもいい記事で、僕、このヨッピーさんの記事、これ2023年、くしくも、あれですね、僕の誕生日だ、これ。マジっすか？5月24日に出した記事ですね。本当だ。すげその時、僕らは、ただただ金がなくてくたばってましたつら かったですね、え。こっつちらもかったでね。すね。去年のね、5月に。で、人は金がなくてもなかなか死なないんでね。そうですよ。年収増えたとか言わなくていいですよ。ね。で、これがまあすごいいい記事だったんですよ。ただ、この記事はまあジャーナリズムに属するものだと思うんですけそうど、ですね。とはいえなんですよ。ヨッピーさんの記事でジャーナリズムっぽいやつってこの2つなんですよね。あとは結構ネタなイメージありますね。そう。で、あと、著書があるんですけど、明日クビになっても大丈夫っていう本があるんですけど、まあ基本これしかないですね。ほう。あとなんか Kindle で今日ちょ出てる、なんか、あ、これ Kindle だけ普通に出てるのか、幻冬舎プラスのハーチューさんとの今日ちょですけど、これは多分喋ってるの誰かライターが書いた本だから、自分で書いてないインとタビュー思本うんみでたいな感じですね。すね。
まあ、自分でも書けると思うんですけど、はい、うん、対談本ですかね。対談本か、うんうん、逆にはちょっと読みたいですけどね、ハーチューヨッピー、どんなこと話してるのか、うん、ちょっと気になる、どんなこと考えてたんだよこの時代。何年前ですかね、これは。何年前なんだろう。5年、2018年ですね。ああ、オンラインサロンとかやってた時なのかな。5、6年前だ。なんだっけ、社畜、脱社畜サロン。ああ、なんかありましたね。あって、うんうん、なんかものすごい燃え方をして、一気に崩れ落ちていったからね。池田隼人さんとかもやってた、ね。ああ、やってましたね。うんうん。うんうんうん、ね、うん、ライターの短歌。はい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 。なんか今は、まあ、コロナ後の今見ても参考にはならないかなという感じですね。はい、でもなんかやっぱ本に残ってると資料になるからいいですね。うん、でだな、これ結構大変なんですけど、でも僕は思ったんですよ、ヨッピーさんってどんなライターかなと思って、はい、うん、僕は自分の言いたいこととか好きなことを表現したいからやってんですよ、はい、うんうんうん、ね、サッカーなんかじゃ稼げないよって、うん、ね、この前も僕の身内が来てちょっと言ってたじゃないですか。うんうん、いい加減にちょっと晴れになることやんなよ。でもさ、サッカーのさ、地域の話が好きでさ、っていうのが僕なんですよ。はい、だ僕はやっぱ作家寄りの、表現者寄りの人なんですよね。うんうんうん、一方で、ヨッピーさんは、僕のこの見立てなんですけど、広告とかマーケティングとかコンサル寄りの人なんですよ。はいはい。で、なんでネタをやるかというと、うん、何かを PR するのにネタがあると見てくれるからっていうので、うんうん、まあ、アルファさんもそうだし、はい、こういう記事作ってたし、うん、まあ、動画広告が出る前の一個の最強のソリューションとして ね、うん、そうですね、そのネタ系の記事っていうのがあったわけですよね、はい、ネタでめちゃくちゃゲラゲラ笑った後に、うん、その広告を見ると、ああいいねって思っちゃうというやつですよね、うんうん、はい、でこういう広告系の人なのかなと、うん、でそのどういう広告出すまで含めてコンサルする人なのかなっていうのはちょっと思ったんですよね、はい、うん、ヨッピーさんね、そう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 、でひまそらさんをちょっと翻ってみると、うん、あの人は完全にあの性質としては作家寄りの人なんですよ、うん、言いたいことを言うと、なるほどね、作品が好きだと、はい、うん、今もなんかヨッピーさん見てて出てきたのは自分が好きみたいなと、ほう、金を稼ぐのうまそうみたいなとこですよね。なるほどね。暇沢さんめっちゃ金持ってるんですけど、うん、あんなに金稼ぐの下手な人いないですから。もともとね。もともとね。僕もそうなんだけど、はい、自分の言いたいことを言ってるうちはお金にならないですよ。ならないですよね、なかなかね。人の悩みを解決してあげてお金を取るわけですから。うんうん、で、あのね、コンサル系広告ライターとして、うん、まあ、広告ライター名乗ってないんですけど、実質広告を取れる記事を書いたり、はい、うん、ね、誰かの役に立つコンサルティングのと表現力を生かしたりと、はい、そういうことができる人だったという感じなのかな、うん、僕の見た感じは、はい、なんかおもころの編集とかもやってたと思うんですけど、うん、なんかおもころにすごい詳しい人にあの人はどうでこの人はどうでこの人もすごくてとか話は聞いたことあるんですけど、はい、僕が見てそのおもころから出てきた巨匠みたいのはいないなと思っているんですよ、うんうんうん、アルファさん別ね、はい、うん、うんうん、アルファさんもよく分かんないけどね、うん、どういう人なんだろうね。なんか分かんないけどたまに妹出てくるのがめっちゃウケんだよ。あ、そうなんですね。そう、いつも変なのつけてんだよ、変なの。そうですね、まあでもアルファさんの思考も結構広告っぽいですよね。広告、あ、うんうん、広告っぽいマーケットの方ですよね。そう、別に特に彼に言いたいことがあるわけじゃないじゃないですか、なんか面白いこと考えるみたいなさ、うんうんうん、なんかビール売りたいからじゃあモルツ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 ってこういうリズムにしましょうよみたいなにするとか、うんうん、これ同じ人が作ったんだけどポリンキーとかね、ポリンキー、はいはい、ポリンキー三角形の秘密はね、ポリンキーポリンキー教えてあげないよちゃんとか、これ結構やっぱりネタですよ ね、うん、最近スコーンの歌がまた CM 流れてる、スコーンスコーン、そうそうそう、小池屋スコーン、スコーン、昨日見たんですよ、小池屋スコーンだよね、うん、まあ、そういうものだですよ、はい、あの得意なのかね、うんうんうん、なんで作家対ライターみたいな対立構図もあるのかなと思うんですけど、でちょっとこれね、ここがちょっと核心に迫っていくんですけど、はい、ヨッピーさんは商社出身で、うん、博報堂とも、業務委託受けてるの、業務提携してるのかな、業務委託かもしれない、うん、でコンサルティングみたいなこともしてると、へー、ってことは商社広告コンサルなわけだよね、はい、で、イエーリーさんとかが
同じこのひまそらさんが言うですね、なんて言ったっけ、これ読まないと怖いな、なんかつぶやいてたインフルエンサー、ね、家出さんもいたりとか、フローレンスのそのふるさと納税のやつとかあったかな、違うやつだったかもしれないけど、キャンプファイヤーでやってるやつもあるんですよ。で、キャンプファイヤーは、お友達はちょっと有利になるんで、っていうのは僕、それは実体験で知ってるんですけど、どう有利になるかとか企業秘密かもしれないんでね、あれですけど、まあ、その商社広告コンサルキャンプファイヤー IT、NPO、この辺で、なんか上流、なんていうかな、新富裕層の仲良しクラブができてんだなってちょっと思ったわけですよ。で、その仲良しのやつだから、別に金もらってなくても告知するよみたいな。でもそうやって仲良くしているとどっかで仕事来たりみたいな緩やかな連帯ですよね。緩やかな連帯ってのは結構キーワードで、強い連帯するといろいろ大変なわけですよ。契約書交わしたりと契約か書ね。NDA とかさ、なんかもう打ち合わせするのにも NDA とか言ってくるとこもあるしさ、ありますね。めんどくせえなとか思うじゃないです契か。約前なのにね。そういうふうな固い縛りじゃなくて、あ、NDA って知らない方のために言うと、まあ、情報を漏らしたら殺すぞ契約書みたいなやつですそね。うですね。ざっくり言うと。だからそれが結んでるのに SNS に書いちゃったりとかしたら訴えられたり、訴える以前だね、もうね。まあそうですね。即負けるよね。MD やってんだからって言ってね。まあ賠償金とかですね。今そこ厳しいんですけど、この上流階級のこの緩やかな連帯みたいなところがあって、まあうまくやってたわけですよ。みんな上がってたんでもすね、そこでね。なんか仕事も回るし、直でお金行かなくても、A さんが B っていう団体の PR をしたら、その仲いい C さんから仕事が来て D さんが買ってくれるみたいな。そういう上の方は、僕ずっと下の方から見てたんでわかるんですけど、上の方はみんな繋がってて、みんなその、なんていうかな、すごいね、ミーハーな人が多い世界、界隈なんで、こうって。有名人にみんなチヤホヤするんですよね。で、有名人で有名人同士の仲みたいのを作って、やっていくと。で、多分もう年収2000万の集まりみたいなとこあるわけですよ。1000万から2000万の人たちの集まり。所得税率33%の配ですよ。ね、890万から所得税率10%上がるんですよ。そっ累か。進課税で。なるほど。ね。ちなみに、僕の年収いくらでしたっけ？ゼロです。ゼロだよね。確定申告ってするんですか？しなくていいですか？個人で、開業した時の仕事の継続してるのがあるから、それだけは僕は出さなきゃいけないですけど、でも何万とかですよ。印税あるかも。そうっすね。印税確か3万円。やった方がいいっすね。3万円ってもういないんじゃない？申告。20万円以下だよ。そっか。しなくてもいいのかな。僕年収3万円です。マジか！年収3万円か、俺。年収っすからね。年収3万円だね。で、これ結構、やっぱ上流階級見て嫌なんだよね。なんかずっと下の方にいたから、やっぱ気味が悪いなとは思ってたとこがあって、みんなそこでぐるぐるお金回ってめっちゃ稼げますよって言ってノウハウを売るんだよね。で、ノウハウを売っても稼げるようにならないんですよ。そうなんですよ。それは、本田圭佑のビジネスと一緒で、本田圭佑はビジネスはこうやってやればできるって言うんだけど、それは日本代表でワールドカップでゴールを決めた本田圭佑の知名度があるからこそできるビジネスであっそうなんて、です。そう、もう、名前が違うんでね。だから誰も真似できないんで、結局養分になっちゃうんですよ、みんな。そうですね。だからすげえ無名だけど金持ってる人のノウハウとかいいと思いますよ。ね。なんかもうその辺でヨボヨボしてるじいさんだけど、不動産を見る目はすごい確かにあって、みたいな人のノウハウはいいと思いますそうけでどすね。ね。技術ですかね、それそうはでね。すね。というわけでですね、ここで見てわかるのが、この緩やかに連帯している仲良しグループ、みんな金持ち、華やか、キラキラしているところの広告系に強いのがヨッピーさんだったんじゃない？なるほどね。その部門というか、そう、別そにのジャンルね。商社の広告じゃないし、で、博報堂と絡んでるわけじゃないですか。業務提携したってウィキペディアに書いてあるんで、2000何年からだったかな。正確に見ましょうか。ヨッピー、ウィキで。ウィキペディアが間違ってたらしょうがないんですけど。
まあ、ウィキ情報ということでね。ウィキ情報ですね。はい。2019年に博報堂と業務委託契約を締結し、うん、週1日出勤してクライアント業務を行うと。ほう。ね。で、子供、お子さんもできたということでね。うんうん。うん、なるほどね。で、サイバーエージェントだっけな、これ。バイラルメディア、バズニュースに対して、バズニュース、はい。勝手に画像を無断転載されたみたいなことで、うん、被害を受けたライターをまとめて、弁護士に依頼して、なんかそれ見たかも。和解か、刑事訴訟かみたいなことを、うん、うん、やってましたね。はい。で、これは多分、バズフィードが折れたんですね。確かそうだったと思います。取り下げしたっていうか、うん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 、当該記事をね。そうですね。はい、そういう意味で、まあ、もうリーダーですよね。ですね。もう、うん、もう当時ひどかったからね、ウェブ界隈で、うんうんうん。ある意味もう、無法地帯というか、なんで、まあ、何でもありというか。僕がやってたハトとかっていう番組、はい、YouTube チャンネルがあったんですけど、2017年ぐらいに、うん、16年に始めたのかな、15年だったっけ、まあ、そのあたり、そのあたり始めたやつ、はい、YouTube で出したら、はい、それの完全カンパクリ YouTube とかできたもんね。そうなんだ。うん、でも、再生数100とかなのに、パクってどうすんねんって話じゃない。タイトルまでパクったの。そうです、全部パクリ、何もかもパクリ。怖そういう、あの、ね、ものがリスクあるっていうことが、うん、みんな分かってないでやってた時代だよね。ね、うん、何でもありでした本当。そうですよね。うん、でそれを変えたリーダーであり、うん、だ法律にも強いし、うん、広告もできる、うん、この界隈の中のスターっていうのがヨッピーさんだったんじゃないかなと思うんですよ。はい、そのヨッピーさんが、ひもそらさんのとこに出て行ってしまってですね、うん、だ本当に人間力があるという自信があったんでしょうね。まあそうでしょうね、おそらくね。法律も詳しいし、世の中のこと分かってる、うん、と思ってたと思うんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、ひまそらさんとこはちょっとなんか違うんですよ話が出てくる別次元ですよね。別法律に詳しいとかじゃなくて、うん、最高裁で戦い抜いたことがあるみたいな、ね、詳しいレベルじゃないですもんね。なんていうのか、なんかその仲間内で一番プロレスに詳しい人と、うんうん、猪木とタッグ組んでハンセンと戦ったことある人の差みたいな。本当そうですよね。もう全然ごめんなさい、ヨッピーさんには悪いんですけど全然実力が違うんですよ、うん、確かに。だって実際体験してる、しかも成果を出してるわけじゃないですか、うん、まあこれはだからヨッピーさんからしたら強く見えない、うん、普通のネットでいつもギャーギャー言ってる雑魚だなみたいに思ったんじゃない、うん、そんなのいつもいなせるわけだから、うんうん、まあそっかそっか、そうだろうな、おそらくね。でそこでヨッピーさんが出してしまったのがですね、はい、おそらく、ですね、うん、来たやつは、はい、ステマは、ステマっていうのはですね、なんだこれ、景品表示法、消費者庁の景品表示法の第5条第3号に基づいて、うにゃうにゃという定義があるんだけど、うん、この定義に当てはまんないのに、うん、ことやってないのに、うんうん、ステマって言ってきたのは、はい、ステマだという、うん、ステマをしていたという実的視をしてきたことに他ならずと、うん、つまり、はい、ですね、事実的視っていうのは、うん、かもねとか言わないで、うん、ステマですと、うん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 、ヨッピーさんイコールステマですと言い切ってしまうことを事実的視と言うんですけど、はい、したことに他ならずと、うん、で、これで原告の社会的評価を低下させるものであるというなるほどとこだけ切り取られてあったんで、はい、社会的評価を低下させるっていうのは名誉毀損なんですよ、うん、この前もね、そう、あ、話してましたね、どっかで、うん、どこで話したか覚えてないや、うん、多分それオクラですあ、オクラか、うん、危ないからオクラにすることが多いですよ、こういうそうなんですよね。そう、オクラかもう配信済みかどうかわからないという、うん、めちゃくちゃ気使うんですよ、喋るのに。もう、まあそうですよね。どうでもいい中洲のなんかガールズバーの話とかしたい。あの店みんなぽっちゃりだったねみたいな。ぽちゃぽちゃしざねっつって。ラーメン食いすぎっちゃっつって。ね。呼びたいから。絶対仕事終わった後ラーメン食っていいよっつって、ね。ね、もう、はい、アフターのラーメンのカロリーが高すぎるたいっつって。そういうのやりたいっすね。はい、で、事実的視だということに、うん、で訴えてきたようでありますと。ほう、でこれどっちが勝つかなんですけど、うん、どっちが勝つかの前に、まあ、だから
なんで別にもう沈静化してるのに、なんでこれ訴えてきたのかマジでわけわかんなくて、なるほど。なんでなんだろう。まあだからそんな訴えなければ西葛西出版に喋られることもないし、そうっすね。西葛西出版。でもまあ訴訟っていうのはみんな見えるとこでそのどっちが正しいかをお上のお裁きを受けるっていうものなわけでそうすよ。ですよね。傍聴人もいますしだね。から別に語っていいんですよ。まあ確かにね。ね。で、これ勝ったらどうなるかというと、ヨッピーさんは正しかったとななりら、ますと。それだけでしょ。一応賠償金みまあ、たいな賞感じ金ですこれ取れても分かんないけど、一応社長だとしたら、社長だと相場ちょっと高いんですけか。ど、個人会社かもしれないですよね。だから社長としての実態がそんなないとしたら、実態っていうのはその、被害額がです明よ瞭じゃね。ないそとれしにたよっら、て、じゃあうちはもう発注しませんよっていうことがあったのかなかったのかとかそういう実で被すよ害がね、ね。必要ですよそうね。ですよね。で、なんか分かんないけど、僕の知ってる限りだと50万から100万みたいな。そんなに大きな額は取れないような気がしますよね。だからね、そんなにメリットなさそうに見えるんだけど、あるとしたらやっぱり、この、なんていうのかな、緩く連帯してる IT 系商社広告コンサル、キャンプファイヤー、NPO などの中で、負けた姿は見せたくないみたいまあそういうのあるかもしれないですな。ね。そういう、結局、そういう狭い世界の中で自分には許せないことがあったら、やっぱ訴えはしていい、するべきなんですけど、まあ、やると大変なこともあると。負けてしまうとですね、ステマだって認められちゃうんですよ。そうですよね。リスク高いそうそう、の他かの人みんなステマなんじゃない、これ。な。なっちゃうでしょうね。ね。迷惑がかからないかな。大丈夫なのかな。かかりそうに見えますよ見ね。えます。だから勝たないとまずいけど、勝てると思ったというとこなんでしょうけどね。そうですね。まあ、こういう動きをしたっていうことが大事だったとしても、リスクは高すぎると思いますけどね。なんかちょっと松本人志さんの件似てんなと思うんですよね。はあ、ななんるかほもう出てど。こなくなってサイレント提訴みたいな。で、なんかヨッピーさんって別にね、もう金玉でかいみたいなだけの歌歌ってたりとか、そうなんですか。そ知らないそれ。う。なんか紙パンツみたいなブリーフ履いてああ、それは知ってる。歩いてたりとか、みんなの愛されキャラみたそういですなね。感じと提示してたんだけど、なんかこう訴えてくるみたいなのはちょっとイメージと違って、僕はちょっとショックではありますね。確かに。あ、余裕がないのかなみたいな。お子さんちっちゃいからちょっとそれもなんかあんのかなとか、なんか考えちゃいますけど、わかんないですけどね。そうですね。で、そう。で、これ弁護士がですね、清水洋平さんという方で、足利さんご存知だと思うんですけど、木村花さんというね、自ら命を絶たれてマしジまっか。た方がいらっしゃるんですけど、木村花さんのお母さん、木村京子さん。そう、が、なんか訴えたやつがあるんですありよ。ますね。ただ訴えた時の、こんなこと言ってる人がいるって訴えたスクショが、なんかその、タレコミから来てたんですけど、それが偽造のタレコミだったみたいで、そうなんだ。で、結局、なんか、何だったんだと、もうちゃんとやれよみたいな批判を受けたと。ね。っていうのがあったみたいですね。なるほどね。結構有名な、パカ弁界隈っていうのがあって、この前の、それはこの前話しましたよ話しまね。したっけ？パカパカ弁護士ですよね。IT 開示の弁護士の中で、この清水洋平さんは三銃士と呼ばれてるそうです。三銃士。なんか意味はわかんないですよ。三銃士と言われてるそうなんですよ。へえ。だから、酸欠ですよね。あと結構このジャンルの、なんていうかな、このジャンルのパイオニアみたいな人みたいですじけゃあど、もう、武藤、橋本、長野みたいなもんですね。そうでしょうね。すいません、無理やり持ってきちゃった。そうなんですよね。ただなんかそもそも開示するっていうことを生業にしてる人自体があんま多くないし、稼ぐ弁護士って大体企業顧問なんですまあそうでしょうね。よ。企業顧問はだってほっときゃ月何百万とかさ、入ってくるわけじゃない、事務そうで所すにね。ね。ある意味何もなくても、そサブスクみたいなもんですう。からね。だからうちの先生なんかそういうのやってるから、あ、こんな名誉毀損なんて、こんなくだらないことやって、例えば仕事した方がいいよっつって、超ね、正論でしたもんね。こんなの言ったってさ、訴えたって相手もそれ訴えられましたとか言ってくてめんどくさいしさ、いいんじゃない、こんなの。そん実害な、あるのって。実害なんてね、あ、ありますよ、数百万っつって、そんなちょっとだろっつって、仕事した方がいいよっつっ稼いだらいいよって。て。頑張って稼ね。ぎなよっていで、あれが結構できる弁護士っていうか、上流弁護士ですよね。で、この
清水さんは多分上流下流じゃないんですけど、今パカペンって結構下流の人が始めるんですよ。要するに情報開示の書類出して情報開示しましたっていうだけをやる人。なるほどね。それとまあお仕事にしてるんだ。そういう人の中の三銃士だから結構上位ですよね。で、なんかそっから訴訟をしないといけないんですけど、結構ね、開示からの示談で解決すること結構あるわけですよ。なるほどね。開示して、なんていうの、アシカさんがさ、例えばですけど、なんだ、くたばれエルデスペラードって名前でアカウント持ってて、やだ、推しなのに。エルデスペラードの悪口ばっか書いてたとするじゃないですか。そしたら、エルデスペラードの代理人から、お前本当は面白いアシカだなと、住所も分かったぞと。で、その書き込みはちょっと誹謗中傷なんで告訴しますと。で、和解に応じる、和解示談もできるけどどうするみたいなのが来ると。そう、ビビっちゃうよね、みんなね。じゃあ時短でお願いします。で、暇沢さんはそういうのビビらないんですよ。だからならないですよね、だ時から、短にはね。実はならない、絶対示談しないですよと思いね。ますね。で、どう反撃するかですけど、まあ、よくわからないんですよ、それは。何も言ってないから。まあでも何かやってるでしょうね。訴状がすごい面白いって言ってたんで、そうなんだ。このステマとは何なのかみたいなところが結構新しい判例ができるんで、法律のクラスターは結構沸き立っていそうまなすんね。だ。まあちょっとグレーなところもありますもんね、ステマってね。グレーというか、なんかだからね、どっからね、判断するっていうのが。なんだろうね、ステマ、うちもさ、最初のクラファンやって、最初の埼玉編出した時に、お願いした時に、ステマお願いしますってみんなに言ったら、はい、これステマですって言って出してくれたんですよ。だから僕もちょっとだから、あれ、別に知り合いに頼むのっていいと思うんですよ。いいと思うんだけど、確かに本当は広告してもらうならお金払って仕事としての契約してやる方がいいのかもしれないし、PR とした方が見てる人としては自然ではあるよね。そうですね。だからステマじゃないよっていうのが良くないのかもしれないですね。これは僕は友人の、会社のそうで商す品じゃね。ない、たまたま使ってるんだみたいなことをしちゃうから。で、結構なんだっけな、なんとかオークションみたいなさ、ありましたね。なんだっけな、芸能人がステマしてたやつあっね。た、なんだったっけ。なんだっけな、誰だっペけ、ニーレインじゃなくて。ペニオクだ。ペニオクだ。ペニオクだってる。ペニーなんとかオークションじゃなかったですペニか。オクじゃなかったっけ、ペニオークションですね。ペニーオークションペか。ニオクション詐欺事件になってんだ、これも。なんかね、いろいろありましたよね。運営者詐欺罪で有罪判決だよ。そうなんだ。これ5、6年出てこれないや。あれでだいぶ消えましたもんね、芸能タ界。クシーのね、運転手やってると、お客さん詐欺してる人多いんで、詐欺罪にすげえ詳しくなってくるんですよ。大体夜までお姉ちゃんはべらして飲んでる人たちとか、キャバ嬢の彼氏とか詐欺師が結構多いですよ。そうなんですだかね。らね、なんとかちゃんの彼、詐欺で捕まっちゃうかもなんだって、ああ、なるほど、何やったの？ごにょごにょごにょと。それ5年いくかもね、みたいな。みんな詐欺に詳しいっていうのが、そうなんだ。登場人物みんな詐欺に詳しい。なんでですかね。ね。わかんないですけどね。まだそういう邪悪な界隈の話はまた別としてですね、そことは全然違う話なんですけど、まあ、ステマをどう考えるかっていうのが正直わからないんですよ。わからない、社会的にわかんないのは別に言ってもいいような、いけないような、どうかなとかでね。もなんかステマを今後どう判断していくのかっていうのはちょっと僕も興味ありますね。これね、ヨッピーさんの定義だとステマじゃないんですけど、ひまささんが言うには、なんだっけな、ヨッピーさんはフローレンスからスタッフを無償提供されてたみたいなんですよ。だから利益は関与はしてるのかなとかね。で、広報のアカウントの人から3回お願いされてるらしいんですよ。ヨッピーさんお願いします。ヨッピーさんお願いします。ヨッピーさんお願いします。広報からお願いされたら PR なのかなとかね。まあ確かにね、役職を、まあ役職というか担当者ですからね、広報のね。どっち？いやー、このジャッジは難 しいこれね。はわかんないちょっんだよ。と、で、どうなんだろう高な。橋雄一郎先生だっけな。こういう話によく出てくる。すかあれ。高橋雄一郎先生が書いてたんですけど、
なんだ、面白いこと書いてるな。これはいいや。ヨッピー氏はライター。待って、こっちだ。過去に、このバズフィーと戦って、世代分稼いは解禁を勝ち取った実績もあり、いわゆるリーガル強者であると。だから、さすがにステマだけで訴えるはずがないだろうから、報道されていないところに隠し玉があるだろうと想像すると、いうことを高橋先生おっしゃってますね。ほうほう。で、ヨッピーさんが、ヨッピー氏がステマと言われたと主張し、暇さらお金を名誉毀損、氏を名誉毀損で提訴したようだが、ようだ。依頼された依頼主の広告投稿をしたことは前提事実。そうであれば、ステマは論評に過ぎず、人身攻撃に及ぶなど意見ないし、論評としての息を出した、逸脱したとまでは言えないと。だから意見論評ではあるだろうと。うん、特殊な事情かハードな別投稿でまでは別かなと。なるほどね。なるほどね。と。だからステマ、あの人はステマだろうというふうに言ってるのは意見論評の範囲が出ないんじゃないかなという高橋先生の意見で。なるほどな。だって別にステマっていう時にそのステマっていう言葉は消費者庁の、消費者庁の定義だけじゃないじゃないですか。そうですね。うん、だからさ、なんかアシカさんにさ、アシカさんそれは詐欺だよとか言ったらさ、ね、詐欺というのは刑法に刑法何条にあるあの詐欺罪のことですか、私を犯罪者と言うんですか、あなたは名誉毀損をしていますとか言って言わないじゃないですか、はい、言わないですね、うん、誰かに言い方に似てますけどそれは内緒にしててください、まあ、というわけでですね、はい、ちょっと打ち合わせの時間が近いんでこの辺ですかね。なんか足利さん一言ありますか。いや、なんかさっきも言ったんですけど、うん、あのこの話をするまでは、うんうん、そこまで個人的な意見ですよ、うんうん、そこまで興味はなくて、はいはいはい、まあひまそらさんのことだからえぐいこうなんか爆弾みたいなのボンって落として、はい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 、なんかバーンって爆発するんじゃないかなって思ってたんですけど、うんうんまあ、それだけじゃなくてやっぱそのステマの定義が変わるかもしれないし、うん、この広告業界に何かまあ変動が起きるかもしれないので、うん、そうだよね、はい、ちょっと興味深く僕もウォッチャーとなってウォッチャーしてください、あの初心者ウォッチャーですけども、うん、5月ぐらいにまたやると思うんで、はい、ちょっと追って話をできたらなと思うんですけど、はいまあ、今回の話の肝はやっぱり、うん、名誉毀損かどうかじゃなくてやっぱヨッピー氏のこの背景ですよね、はい、広告とか広告、そうですね、つまり広告って悪いことじゃないですよ、うん、あのクライアントのために一生懸命仕事するということにプライドを持ってやってきたライターなんで、はいはい、そこをステマと言われるのは我慢ならないっていうことかもしれない そうですね、その気持ちはものすごくわかる。ヨッピーさんね、ステマはなんだみたいな、なんか議論とかもしてるんですよ、この過去ログ見ると。あ、そうなんですね。ずっと考えてきたことであるんですよ、 PR つけるかつけないから、うん、だからちょっとこうスイッチ入っちゃったのかもしれないですね。スイッチ入ったんですよね、うん、なるほどな。まあでも提訴するんだから2人ともお金持ちだし、うん、じゃんじゃんお金使って法廷で明らかにしてくれればいいんじゃないですか。はい、はい、僕らは訴えられたらもう即カンパお願いするしかないまず示談交渉かな、うん、もうやだよねそんな民事防衛訴訟なんてね、はい、もうというわけで、うん、私たちは開示する必要がないので、はい、訴状は西葛西出版まで送ってください。はいはいはいなんかめっちゃ待ってますみたいな言い方しちゃった、うん、まあ、ね、待ってはないです変な話稼げちゃうからね、そうそうそう、まあ、まあそうですよね、うん、はい、というわけで打ち合わせが迫ってるのでこの辺までにしましょうか。はい、はい、それではあのチャンネル登録と、はい、いいねマークポチッとぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございました。おっとごめんなさい、今ちょっと閉めたばっかりなんですけど、そういえばコメント紹介をするというのを忘れてましてですね、今からやります。で、その前にちょっと証拠の塊の赤木レイヤーさんリスペクトでですね、我々も皆さんにお得な広告をセルフ広告をしたいと思います。それでは行ってみましょう。今回ご紹介するのはですね、クロコダイルの爪、ワニ肉ですね、バーベキュー肉、こちら爪ごと食うんですけど、これをですね豪快にバーベキューにすると非常に楽しめるというようなものでですね、自宅でフライパンは結構きついかもしれないですね、なかなか火通んないと思うんですけど、低温調理していいのかな、これ低温調理していいかもちょっとよくわからないですね、どうしようかな、料理の仕方が若干難しいんで炭火でじっくり焼くのが一番いいでしょうけどね。で、割り肉自体はまあね、鶏肉みたいっていう人がいるんですけど、まあ鶏肉を食えばいいじゃないかという話なんですが、まあ、ワニのこのね見た目のインパクトが素晴らしいんで、ぜひ食卓にワニ肉を並べてみてください。というわけでよろしくお願いします。はい、という
わけで、というわけでって一人喋りだとついつい言っちゃいますね。コメントを読ませていただきます。今回はですね、最初に出した暇空茜本ネトゲ戦記について弱小出版社の社長が解説しますというですね、ひでえタイトルだなこれこちらがですね、もう今 2.4 万回も回っていてですね、皆さんに聞いていただいた、いただけたと思うんですけど、コメント何件あるのか、167件。僕も結構ね、頑張ってリプしてるんですけどね、好きなんですよ。皆さんにコメントしてもらえるのは。だちょっと追いつかなくなる日も来るかもしれないですけどね。ちょっとずつ、並べ替えで、評価順？ああ、はいはい。じゃあ、評価順っていうので並べて、ちょっと目についたやつ読んでいきますね。まず、これサッカーの方で聞いてくれてる徳武さんですけど、時々こういうネタをぶち込むのもいいね。常連としても面白いと。ゆるいどうでもいい話とうまくバランスを取ってやっていただけたらありがたいと。いうことでね、ありがとうございます。どうしようかなと思ってね、あんまりハードすぎるときついし、かといって緩いやつで全然誰も聞いてくれなかったら結構悲しいし、みたいなね。まあね、まあ間を取ってうまいことやっていきたいと思います。細かいところまで知っててさっさ。付け焼き場で解説してるんじゃなくて、きちんと暇さんを追っているということでね、スイカのアイコンの方に言っていただきました。ありがとうございます。まあそうですね、1年ぐらい、ずっと見てますけどね、さすがに喋るとこれちげえあれちげえって皆さんに言われることが多くて、もちろん嫌な感じじゃなくてこうですよって教えてもらえるんですけどね、すっごい情報量ですからね。基本やっぱりツイートは全部読んでるはずですし、動画もほぼ全部読んでますね。一個堀口さんのノート飲んでる時にすっげえ気持ち悪いやつがあって、なんか堀口さんもこう気持ち悪い話なんでって断った上で書いてるんで、まあそれはいいんですけど、あれは途中でやめましたけどね。大体見てますね、はい。壊滅的な料理の盛り付け話まで取り上げるとはかなりのウォッチャーですね、ということでね、コメントいただきまして、まあこの前はミイラの料理作ってましたよね。ミイラどこで買ってくるんですかねまあ豚肉らしいんですけど、何なんですかね、なんでああなっちゃうんですかね。他のことをあんなにできるのにね。不思議ですよね。はい。この問題を知らない人にはお勧めしたくなるとてもわかりやすい動画でした。再生数に驚かれると思いますが、この問題を扱い続ければもっと伸びますよ。ただし、界隈から責められるリスクは大阪半端ないどころじゃないですということでね。サッカーにも寄せていただいてありがとうございます。ね、そんなことになると思わなくて、ちょっと前にね、タクシーのライドシェアの話したときは、結構伸びて500ぐらい行ったんですよ。まあ、その回かなと思ったらね、2万超えましたね。びっくりですね。ただまあ、サッカーだともうちょい行ってるやつもあるんで、まあまあ、この回ではビビらないですよ。で、界隈から攻められるリスクは半端じゃないと。まあね、攻めるんなら攻めてくればいいんじゃないですか、別に。僕は慣れてるんでね、そういうのは。もう、ある意味、結構、レスバ王の究極系だと思いますよ、僕は。相手が書き込むより、タイピング速度って、僕、1時間に1万字ぐらいなんですよ。で、レスバモードみたいな、ブワーって燃えると、8センチぐらい書けるんですよね。ということは、1時間に何ツイートできるんだ、これ。500ツイートぐらいできるのかな。この物量で来ると結構しんどいですよね。そんなに怒んないですけどね、最近ね。よくサッカーの時怒ってましたよ。1日1000ツイートとかね。いかれてますよね、ほんとね。はい。というわけで、レス版になったら皆さん全部いいねしてくださいね。お願いします。あ、僕の、X のアカウントもどっか概要欄載ってると思うんで、載ってなかったら中村慎太郎で検索してみてください。お願いします。コラボ裁判の頃から流れを追いかけてます。はいはい。全体の流れや経緯を大変分かりやすい形でお話しいただきありがとうございます。ありがとうございます。大手メディアの劣化は本当に深刻ですし、政治はもっと深刻だと思います。正しい価値観をきちんと伝えてくれる出版社は規模に変わらず大変貴重な存在です。応援してます。ありがとうございます。こんなにありがたいことはないですよね。ですね。大手メディアの劣化っていうのはやっぱこれ著しいですよね。もう金がないんですよ、基本的に。大手メディア全部金がないから、金を出してくれるとこに従うしかないんですよね。だから恐竜が絶滅したのと一緒で、図体大きくなると死にやすい、絶滅しやすいんですよね。つまり
何人だ社員、朝日新聞とか社員何人いるんですかね。朝日新聞と検索する日が来るとは思わなかったよ。あー、千葉の朝日市になってしまった。朝日新聞ウィキ、朝日新聞社って調べてみようか。朝日新聞社何人これ。6700人、連結で6700人だから、1人の維持費が100万円だとしたらいくらよ。100万だとしたら、あ、月の維持費ですね。あの給料50万でも維持費考えたら多分80万とか100万とかかかるんですよね。100万だとしたら、なんだ、367億、だいたいまあ50億とか60億とか毎月飛んでくるわけですよね、人件費だけで。他になんかいろんなものかかるわけですけど、まあそんなでかい組織でやるとなるといっぱいお金取ってこなきゃいけないんでね、売り上げ落ちてるときついですよね。西葛西出版は幸か不幸かですね、売上が、ちょっと鼻で役所に持ってくと鼻で笑われてしまうレベルですよね、本当に。ね、遠くにいる足利さんね、はい、去年2期目やばかったですよね。やばかった2期目やばかったんですよ。普通のアルバイトが一人でも抜けるぐらいだと思いますね。そのぐらいやっぱね、それでもなんとか維持できてたんで、フットワークが軽いですよね。何やったっていいみたいなね、とこありますね。で、逆に大きいとこはやっぱそこは脆弱性になっちゃいますよね。テレビもそうだし。まあ、ラジオはなんか結構堅調だっていう話は聞きますけどね。はい。で、他になんかあるかな。初めてコメントいたします。解像度高めで楽しめましたということで、解像度のこと言ってくださる方いらっしゃいますね。よくわかんないですね、解像度についてはね。自分が高いか低いかっていうのはね。まあ、自分で頭で考えてるっていうことなのかもしれないですけどね。はい。もともとシュナさんが嫌いだったので、グラニ裁判の決着のちょっと前から、ひまそらさんを落ちしていたけど、話が壮大になってしまい、震えています。ね。本当ゲームみたいですよね。言葉は強いけど面白い方なので応援してます。最近の SFM は文化に対して明らかにやりすぎだと思います。そうですね。もう本当おっしゃる通りで、フェミニズムが必要ないってことは僕も断じて言わないんですけど、つまり女性の権利が本当に少なかった時代っていうのはあったんですけどね。つまりこの人余談ですけど、私はおっぱい派ですって書いてあるんだ。どうしてそうなった？どうしてそうなった？まあね、フェミニズムは狂気じゃないんでね。何事も狂気に使っちゃいけないんですよね。はい。メディア関係に強く、ひまそらさんに詳しい人の意見が貴重です。話し方に地頭の良さと人間味が感じられました。また視聴にしてみます。ありがとうございます。頭はだいぶ悪いですよ。もう何にも覚えられないんでね。もうね、タレントさんとかも誰も名前出てこないですよ。なんか、そんなのにね、猫800とか、ハイブタとか、なんかそういうのは覚えられてるんでね。人間の脳っていうのは本当にしょうもないですよね。だと堀口さんの紹介してくれみたいなね、やつはよくあったんで。2個もやっちゃいましたね。はい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 。大学院で行政法研究室はサッカー好きおじさんの自分もウォッチしてる問題なので楽しく聞かせてもらいましたと。これはね、こういうハイレベルウォッチャーいるんですよ、結構ね。行政法を大学院でやってたってことは、政治学か法学ですよね。どっちかな。どっちでもでやれそうですけどね。法学になるのかな。まあ、大学院ってこれあれだよね。ロースクールじゃなくて大学院だと思うんですよ。大学っていうのは、学部っていうのは、勉強しに行くとこっていうイメージなんですよね。教養つけたり。で、ちょっとだけ専門やる。もうちょこっとですよ。文学部出ました、卒論書きましたって言っても別に文学やったうちには入んないぐらいなんですよね。で、大学院だと、今度自分で研究し始めていくわけですよ。だから、大学の授業で使うテキストを書くような仕事になってくるわけですよね。それで行政法やってたってことはもう本当ガチガチの人ですよね。こういう人の、ウォッチに耐えるだけの強度の高い仕事をひまそらさんはしてると思うんですけど、まあオタク差別みたいのがある人からしたらね、もう気持ち悪いオタクがなんか喋ってるみたいに見えるのかもしれないですけど、まあ、こういうオタク差別みたいな問題は、昔からありましたよね。なんだっけ、サイコパスおじさん。足利さん、サイコパスおじさん誰だっけ？サイコパスおじさん誰だっけ？
サイコパスのおじさんがいるんですよ。誰だっけ、ちょっと待って、顔は浮かんでんだよ。サイコパスおじさんは、岡田敏夫なんかもそんなこと書いてたような気がしますね。はい、だいぶね、だいぶネット社会になってね、社会的評価上がりましたけどね。はい。ひまさらウォッチャーです。次回、おすすめ動画に上がったので拝見しました。ありがとうございます。全く期待してなかったのですが、まあ、それはそうだよね。こんな気持ち悪いサムネイルでね。聞いたことない出版社がいきなり出してもね。聞いてみると思ってたより解像度高くてびっくりしました。お話面白かったですね。次回も堀口秀俊、次回は堀口秀俊スペシャルをお願いしますということで。ね、みんな堀口さんの話よね。まあ、堀口さん追ってない人もいるんですよね。ひまさらさんウォッチャーでもね。堀口さんの問題はまあ別腹みたいなね。むしろね、人間論としては堀口さんの話はすごい面白いって、僕はそっちの方が、変に行政の話よりもそっちの方が面白いですね、僕はね。やはり中村先生は言論の武闘派だ。敵には絶対回したくないというね、川崎フロンターレサポの人が書いてますけど、サッカー業界だと敵だらけですからね、ほんとね。次から次へと来ては、僕が反論するとピューって逃げていくっていうね、すごい速度でみんな逃げ始めるんですよね。で、なんかあいつは人権分かってないとか、はぎやかで言ってたりするんですけど、まあ、人権について議論してもいいですよって言うと出てこないんですよね。不思議ですよね。まあ、変なやつがいるんですよ、世の中。ね、なんかいろいろ神返しとか言われてるけど、ひまそらさんですよね。この動画を見てて、ゲーム理論とか戦略論から言うと読めるってのあるかもって思ったと。まあ相手の手の内を常に予測し続けてはいると思うんですよね、ひまそらさんの場合はね。で、彼の場合は理屈はあるんですよ、多分頭の中で。だけど僕天才だと思ってるんですけど、ひまそらさんって、ひまそらさんは結構自分が天才であるということを前提に、勝負をしている人で、天才っていうのは何かなんですよ。ひらめく人なんですよ。で、ひらめくっていうのはつながるってことなんですよ。回路がパパッとつながると。だから発明っていうのは何かと何か組み合わせることなんですよね。完全に何もないところから原子力発電所とかできないわけですよ。何かと何か組み合わせたらこれになるやんとかね、そういうのをどん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 組み合わせていくんですよ。で、ひまそらさんはそういうひらめきで勝負する、勘で勝負するタイプだっていうのが分かっているんで、だから堀口さんの文章とかね、清谷さんのやつとか、二戸夢奈さんの本とかね、そういうものをちゃんと全部調べるんですよね。全部頭の中に一回入れると。で、頭の中に入れとけば自然とひらめくっていうことですよね。まあ、本当天才のやり方ですよね。天才っていうか、その一般的な人が言う天才っていうんじゃなくて、もう本当定義上のね、普通の人にはできないひらめきをする人っていう意味での天才ですね。天性の才能ですね、これはね。真似しちゃダメです。もう無理です、そんなことは。僕も全然無理。僕はなんだろうね、なんかもう、ただ酒飲んで居酒屋で隣の人と喋ってるうちにこんななっちゃったっていうだけで、頭は結構悪いですね。だって本当だったらもっとちゃんとした仕事してきたよ、ね、こんなに年収の少ない東大卒はいないですよ、本当に。ね。というわけで、そう、今年の、去年の年収3万円ってことを発覚して非常に慣れてますよ、僕は。慣れてますよ。だから、三村チャンネルとかね、三村チャンネルの、もう収益化してないで、全然稼げないけど、自分が好きなことを誇り持ってやってるからみたいな人なんでね。だからメディアとして信頼度が高いっていうのはあるかもしれないですよね。はい。長いし取り留めないけど、界隈のウォッチャーじゃない人にもぜひ聞いてほしいと思いましたと。長いし取り留めないっすね、確かにね。取り留めはね、ない方がいいんですよ。取り留めると一瞬で終わるんですよ。そのね、それをどれだけ長く噛んで楽しむかっていうね。はい。おすすめに出てきて拝聴したらありがとうございます。主が、ロ時代、ラグナロコンライン時代のギルマスだって、笹吹いたって。笹くわえてたんかーいっていうね。笹は食べ物じゃないですから。あれパンダなのかな、この人ね。タキシードパンダか、これ。タキシードパンダ出ましたね。出ましたね。共同通信デスク、桜何菓子ですらも何かの一員ですし。
な、誰のことですかね、知ってんですけどね。発覚後大々的な処分が行われていないことからもメディアが加担しているとはほぼ明確であります。東京新聞や神奈川新聞のように全く隠す気すらないところもありますが、とこんなものを読ませて僕をどうするつもりなんですかね、本当ね。これソフトテロみたいなこと書いてありますけど、何かっていうのは何かなんですけど、広い定義で取ると、まあ、いろんな人がところが入ってくると。でまあ当然共同通信なんていうのはもう左派で有名ですから、通信社は本来左も右もなくですね、ただ事実だけを流せばいいんですけど、マスコミっていうのはいろんな事情で、左寄りの人が今多いわけですよね、うん、まあね、隠す気のない、だ東京新聞とか神奈川新聞とか、そういう意味ではあと赤旗新聞とか信頼できるんですよね。どっちに偏ってるか分かるんで、偏るんですよ人は。どう偏ってるかはちゃんと言った方がいいよねと。僕なんかはどっちなんだろうね。僕はまあ保守寄りなんですけど、保守の人から見たらかなり左寄りだと思うんですよね。で真ん中かというと別に真ん中でもないと思いますね。ものによってはすごいリベラルなとこもあると思うしね。まあその一つに割れないですよね、あのいろんな要素があるんでね。はい、あとはもうちょっと初回なんで、ああこれコメントもありますね。右が大多数というより、あの人たちが左に寄すぎて南に右に見えるだけのようなというね。そうかもしれないですね。はい、うん、これね多分ね、あのソフト脅迫なんですけど、西葛西出版さんの覚悟に感動しました。西葛西さんの応援をしたいと思い書籍購入しようと思ったのですが、住んでるところが反抗している地域とは遠いみたいで、他に何をすれば応援になりますかと。あ、これ消えたか、消えましたね。ねもう一個あったんですよこれ。あったあったあった、すごい覚悟ですねと。覚悟ですね、かなりのひまそらさんファンだとお見受けしました。音符普段の動画からチェックしていて、ついに奮起した感じですが、調べれば、はい、こう線引いてくださいね。調べればすぐ素性が分かりそうな立場からの発信、私には真似できません。恐れ入りますと。これだから多分だけど、これソフト脅迫なんですよ。だから、素性分かると危ねえぞって書いてるんですけど、調べてから来いやって話なんですよね。調べればすぐ分かんだから。てか、なんですかね、西葛西出版で検索すれば分かるんですよね。でまあこれは別にそんな大したあれじゃないし、まあちょっと日本語がちゃんとしてないのが気にはなりますよね。なんだろうなって思いますけどね。まあこういう人はあんま触んないと消えてったりしますけど、あるいは本当になんかソフト脅迫じゃなくて本気で書いてるのかもしれないですけど、よくわかんないですね。まあいろんなものが来るんですよ。ね、僕もサポーター界隈入って3試合目で初手死ねみたいなの来ましたもん。チケットルヴァンカップチケットないのに取り上がって死ねって言われるとね、もねよくありますよねそういうのもね。はい、リーガル安全にって僕のこと言ってるかと言いますけど、僕はあれですよ、皆さんとちょっと違って情報は開示されてるんで、まあ開示時短ダウは聞かないんですよね。開示するぞみたいな、いやされてっからって、その気になれば来れちゃうわけですよ会社まで。でもまあ一定のステータスの人はいる場所分かりますよね。それこそ弁護士さんとかだって事務所分かりますしね。だからなんていうんですかね、あんまり過剰に人を煽ったりしたりしちゃいけないわけですよね。はい、あーまだあるぞこれ。すげえな。これはひまそらさんはシュナさん時代から追っかけていますけど、いい復習になりました、とても面白かったです。シュナさんのこと全然知らないんで今調べてるんですけど、シュナムルさん、アシカさん、はい、シュナムルさんやる、誰ですか。誰って言ってる。シュナムルさんね、やりだすとこれ大変だぞ、これは大変だな。でもやんないとスタート地点かけないからね。リスナーの方が聞きたいのでやりましょう。みんな聞きたいんですかね。まあでもね、ひまそらさんのコンテンツは昔すぎてもう今と全然作風違うんですよ。だから確かにちょっと分かりづらいし、今見てあれ何だったかと今から逆算するのもいいかもしれないですね。
自動洋服畳み機の話題とか、兄の家に居候で小さいスケートが爆笑してましたねと。これまだ僕は分かんないんですけどね。 UO ウルティマオンラインは98年ぐらいに触っていました。98年、ずいぶん昔にやってましたね。初めて2日目くらいにテームした犬と木を切ってたら赤プレイヤーに撲殺されましたねと。あれですね、なんだっけ、プレイヤー機 PK ですね。ワンちゃんも友ども、はいはいはい。そして行ってる時に助けてくれて、あーって言ってる時に助けてくれて、アイテムくれた生産ギルドに加入。数日後ログイン強要がきつくて MMO 自体引退しましたと。まあね、ログインしないとか、そういうできないとかいう人はやめた方がいいでしょうね。基本やっぱずっとログインしてますからね。最終的にギルチャのログが見るためにサブアカをずっと24時間入れとくんですよ。何言ってるか分かります？自分がいない間の会話が分かるように入れとくんですよ、とりあえず。で、アウェイフロムキーオブキーボード AFK っていうのにしとくわけですよね。危険だからって避けないで、うまく逃げながら面白いお話お願いですよというふうにね、皆さん僕をね、すごい戦場に突っ込ませたいという感じですけどね。まあ頑張りますよ。はい。あ、30分を3回それぞれテーマ2つか3つぐらいにして、サムネを上手に作れば稼ぎになりそうってね、おっしゃってくれた方がいて、ありがとうございます。まあ、暇沢さんにやったらコンサル罪でブロックされそうですけど、僕はそういうことしませんから。で、30分3回とか、テーマ分けたり、まあ20分だね、今だったら。20分動画とかにする方が、まあ稼ぎはいいでしょう、確かに。だけど別に、そういうもんでもないんで、ね、だらだら流しといて、聞くって人もいらっしゃると思うんでね。はい。まあ、いいかな。うん、でも1時間半でもいっぱいありますよ。多分、30個ぐらい作れると思いますね、今でも。はい。すごい燃え尽くされるかもしれんけど、やりつく切ってくれるとほんま嬉しいですよね。燃やさないでください。新聞にもこんな着替えは欲しいですというね。まあね、新聞側だからね、やっぱ新聞が既得権益なんですよね、今ね。軽減税率になったりもするし、そもそも新聞っていうのは、もう、なんだっけ、財務省から、あれでしょ、安くもらった土地で、今、不動産経営とかしてるんですよね。確か。高橋先生が言ってたと思いますけど。冒頭の説明は何か暇そらしに対して、いっぱいアウトワードがあって、うかつなこと言ったらやばい対応を取られるって受け取れるなと。まあ、冒頭しか聞いてないんだと思いますけど、この人は。そういう仕組みじゃないんですよ。アウトワードがあってそれ言ったら、訴えられるとかそういうもんじゃないんですよ。そんなことではこのコメントとかもしない方がいいかもしれないですね。なんですかね、別に暇沢さんの悪口言ったってそれで訴えられるっていうもんでもないし、まあなんか訴えようと思えば訴えられるんですけど、民事だったらね。そんな僕は恐れてないですよ、暇そらさんのことは。ブロックされるっていう可能性はあってですね、ブロックされるとサブアカで見に行かなきゃいけないから非常にめんどくさいというのがあるんですけど、ね、すっげえ酔っ払って、あかねちゃんとか言ってんだ。あかねちゃん今飲んでるとか言って DM したら即、あかねちゃん飲んでる剤で即ブロックかもしれないですね。はい。今ね、どう思ってんですかね、この放送。まあ一回取り上げてくれたし、悪くは思ってないと思いますけど、まあ知らねえよって感じですかね。俺の戦いと関係ないっていう話ですね。全く正しいことをしてると思ってる、しかりって感じって。そうですね、本当その通りですね。はい。社長再生数がとか言って、君急いでキャバクラの予約入れてって俺書いてますね。なんでこんなこと書いてんだろうね。振り込みだいぶ先だし、せっかくの収入をキャバクラに使ってしまってはいけないですね。当たり前ですよね。暇空飯を出版したら面白そうですね。というか、はいはいはい。面白そうですけどね。さすがに、ね、勝手に出版したりして、ね、イラストにしたら多分大丈夫ですよ。勝手にイラストにして出しても、多分、平気かな。まあ、ね、公開されてるしね。多分、著作権上は大丈夫ですけど、本人が気に入らないということであれば、まあ訴えられることはあるかもしれないですよね。
まあ、本人が嫌がってることやんない方がいいですよね。面白そうな人物の旅や飯本などどうでしょうかというね。そうですね、そういうのもやっていきたいですね、はい、よく調べてますねって書いていますけど、調べたことないんですよね。勝手にですね、はい、いつの間にかこんななっちゃいましたね。そう、表3と表4間違えたんですね。表3ですね、表3、うん、浅い知識でいい加減なこと言いすぎなのではってかと思いますね。いい加減なチャンネルなんですって僕は返事してますね。やる気がないですね。もういい加減なチャンネルなんで、やっぱ西葛西出版で言ってたからみたいなことをよそで言わない方がいいと思います。やっぱり正しいとは言えないんでね。ただなんていうんですかね、もう何でも語ったらいいんですよ。みんな語れる時代なんでね。うん、でなんかまあ匿名でやってる方も多いんですけど、匿名での意見論評っていうのはやっぱちょっとずるいわけですよ。自分は安全なところから人の批評をするわけですから。僕はやっぱ自分の顔と顔と名前と自分の人生を晒した上で言うんで、まあ一定のねリスクもあるし、そういう意味ではある程度、批評をする人、意見論評をする人間としての正当性はあるのかなと思いますね。まあ僕が間違ったこと言ったらボロカス言われますからね。まあ言ってください。別に慣れてるんで。はい、というわけでですね、コメントを読ませていただきました。ちょっとこの形式を続けるかわかんないんですけど、後ろにこうやって入れていくのもいいかなと思っています。はい、というわけでですね、皆さんの中にですね、ここまで聞いていただいたにもかかわらずまだチャンネル登録してない方がいらっしゃるかもしれないんですけどね、ぜひお願いしますよね、お願いしますよ。それだけが生きがいなんですよ本当に。もうチャンネル登録1増えたらウイスキーがそれだけ1美味しくなるんですよ。その1の単位はよく分かんないんですけど、それだけウイスキーが美味しくなっていってですね、同じブラックニッカーでもですね、そのいいわけですよ。本当はもうちょっといいウイスキー飲みたくて正月だけタリスカー買ったんですけどね、なんかタリスカーみたいなアイラ島のシングルモルトが本当は飲みたいですね。何の話ですかね。まあ以上ですね。一人喋りなんでちょっとエースの足利がいないと笑い声が入ってないんですけど、後で足利さん笑い声足しといてもらおう。いや遠くで結構忙しいんですよ今ね、はい、仕事してますんで。はい、というわけでお聞きいただきありがとうございました。またよろしくお願いいたします。